テール JP。あなただけに捧げる劇場。アノマラスアイテムリストより抜粋。説明。サイト8174勤務職員であるエージェント、高岸の職員ロッカー内に突如出現したチョコレート菓子。成分解析の結果、異常な成分を含んでいないことが確認されている。回収日、2023年2月14日。回収場所、サイト8174、第7ロッカールーム。私と彼が巡り合ったのは、初めて襲撃の任に就いた時のことです。財団に捕まってしまった同胞を救出すべく実施された作戦に、私は支援役として参加していました。しかし、奮闘むなしく作戦は失敗し、同胞を救い出すことは叶いませんでした。そして、私たちは指揮者より撤退を命じられました。撤退の命を受けて拠点へと戻る最中、彼と開口しました。銃を構え、心の奥底までも貫くような眼差しで私を見つめていました。そのお姿からは、絶対に逃がさない、という強い意志が発せられていました。そして、不思議と私は動けなくなったのです。緊張感とは一味違う、見知らぬ感覚が私の体を支配していったのです。心臓が早金を打ち、額には油汗が滲んでいました。ですがなぜでしょうか。不思議と嫌悪感を抱くことはなかったのです。むしろ、彼になら捕まっても、なんて考え出していました。動かない私を見た彼は、数歩ずつ足を動かし始めました。その歩く様子は美しく、一切の無駄がなかったことを鮮明に覚えています。リノリウムの白い床に響く彼の足音が、今でも耳の中に残っているようです。そして、いよいよ彼と私の距離は3歩ほどのものになりました。ああ、捕まってしまう、と覚悟した刹那、私は同胞によって救助されたのです。同胞からは強いお叱りを受けたようですが、明確には覚えていません。頭の中にもやがかかり、すべてが急速にどうでもよくなったかのように感じました。拠点に帰還してからの話し合いのことなど、もはや覚えていません。あの開口以来、私は彼のことを考えるようになりました。彼の立ち姿や銃のフォーム、顔立ちから歩き方まで、彼を作り出すすべての要素が美しくて、片時も考えをやめることができなくなってしまっていました。組織の活動をおろそかにしてしまうほど、私は彼を考えることに熱中していたのです。最初こそ、精神攻撃によるものであると考えていました。ですが、それが間違いだと気づくのにさほど時間はかかりませんでした。行く夜も眠れぬ夜が続いたある時、急に自覚したのです。彼のことが好きでたまらないのだと。私は彼に一目惚れしていたんです。それを知った途端、心の奥がキュンと締め付けられる感覚を覚えました。今となってはわかるのです。初めて彼と開口した時、体を縛り付けていたものが連城であると。恋と自覚してからすぐの頃は、頻繁に妄想にふけっていました。彼と会話するだけの、なんてことない妄想です。だけど、回数を重ねるうちに現実を突きつけられる感覚を覚えるようになったのです。妄想の中で他愛のない話をして笑う私の姿が、羨ましく思えて、このままだとおかしくなってしまうと悟ったのです。そうして、私は妄想にふけらなくなっていきました。妄想にふけらなくなった私は、組織から脱退しようとしました。組織から抜けてしまえば、私はただの女の子になれるのですから。そうすれば、彼と会うことができるのでは、と考えたのです。ですが、そんな淡い期待は、ダメだ、という指揮者の言葉と共に消え去りました。古き因習や文化、歴史が私の行く手を塞ぎ出したのです。ですが、連城は衰えることなく続いていきました。むしろ、連母の炎が燃えたぎるようになったのです。たぎる恋心を抱える私は、どうやってでも彼に思いを伝えてみせる、と決意しました。思いを伝えるためならば、この命すらも投げ出そうと考えるようになったのです。
それ以降私は、どうやったら彼に思いを伝えられるか、と連日思案するようになりました。その思案の末たどり着いた答えこそが、バレンタインデーにチョコを渡すことで、好き、という思いを伝える、というものです。組織の教えでは異国文化に触れることは禁止されていましたが、恋の前では些細なことに過ぎません。以前より憧れてた文化ということもあり、私はすぐに、これしかない、と確信しました。残った問題点はチョコの渡し方のみとなりました。組織が違うため、普通に面と向かって渡すことはできません。この問題に直面した私は、毎日のように職を訪ねて文献を漁り続けました。寝ずに夜通し調べ続けた末、私は手段をつかみ取ることに成功しました。その手段というのは、奇跡論、というものです。生命力を代償に効果を発揮する呪術として文献に掲載されていたそれこそが、私の望みを叶えうるものだと確信しました。しかし、普通の人が、奇跡論を使うためには命を代償にする必要があるそうです。その事実を知った私は、死ぬことを選びました。考える暇などなく、気がつけば決意していたのです。普通でしたら、死ぬことなど選ぶはずがないでしょう。前の私はそうでした。誰かのために命を使うことなど、絶対にないと考えていました。でも、恋の苦しさを理解した私は気づいたのです。愛する人のためならば、命すらもかけられる、という言葉の意味を。この時私は、己が抱く加齢の連城の大きさを再認識しました。本音を言うと、死ぬのが怖くて仕方ありません。ですが、それ以上に彼に思いを伝えずに生きていくことが辛いのです。一寸先すら見えぬ暗闇の中で綱渡りをするような感覚に苛まれて、心がじわりじわりとすり減っていってしまうのです。そのような辛さを背負って生きていくことなど、私には到底無理です。そう考え続けて早数ヶ月、ようやくバレンタインデーとなりました。ようやく彼に思いを伝えられると考えただけで喜びと興奮が溢れてきてどうにかなってしまいそうです。初めて出会った頃からずっと抱え続けてきたこの劇場を、あなただけに捧げます。どうか、受け取ってください。現状、非常物品保管マニュアルにのっとり焼却処分済み。